供所帯のものとかをやったりするチームあるじゃないですか、はい、人たちがいたりするんですけど、でそういう人皆さんにまた登壇していただきますので、皆さん大きな拍手で、お迎えください。どうぞゲートウォーキング大学アンゲリット成城大学成城大学成城大学 T 大学トポスタマエトワール慶応義塾大学、それから膨らむかわいい頬、ボビー大学ライク、江戸川大学アイセンチメートル、慶応大学ショコラダニエール、青山学院大学ブループリンシパル、上智大学 SPH メンビゼ、東京政府大学生徒のロマンス、そして最後の早稲田大学夏目高校に出荷さ、じゃあ試合組もう一度ファンで拍手をお願いします。はい、素晴らしかったですよ。それではここで本日はシークレットゲストとして登場していただきました。こちらのバイオリンも書いてありますけども、先ほども言いましたが最後の決勝戦敗者復活戦挑戦でございますけども、まだ某所都内某所で、開催する予定ということで、まだ一度出ていないということなのでございます。この、結果発表が終わりまして、一言いただけたら、感想をいただけたらと思います。ユニドルさんの活動とかを実は SNS で私もすごいチェックしていたので、今日はこうやって同じステージで熱をもろに感じることができて、すごく刺激をもらいましたし、応援してくださっている方、仲間の皆さんの熱量も本当に素敵だなって思いました。これからも一緒にアイドルという文化を一緒に盛り上げていけたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。またぜひ遊びに来ていただきたいと思います。ということで、ジップレットゲスト、そしてプレゼントを務めていただきましたルーチェックリップの皆さん、ありがとうございました。皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。お気づきもあっております。2日目すごい接戦でございましたが、1位は上智大学 SPH メルミゼ、2位は慶大学ショコラルミエール、3位が OB 大学ライフ、そして4位は慶応義塾大学それから膨らむかわいい方法となりました。3位までのチームは、決勝戦駒を進めることになります。そして最後の1枠は、まだわからないということでございますので、早稲田の冒険なのか慶応のそれから膨らむかわいい方法なのか、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。そしてもう大接戦でございましたから、自信を持っていただきたいんですが、惜しくも敗退したチームも敗者復活戦によるまだチャンスがあります。ぜひぜひこちら、自信を持って敗者復活戦に回ってるね、ほぼ3位と変わらない戦績を残しているチームがいるということでございますので、皆さんぜひ敗者復活戦の方から見に来ていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、なんか今までで一番疲れた結果発表だった気がする。ということで、そろそろお別れのお時間でございます。皆さん本当に素晴らしいパフォーマンスをしてくれた上位組にもう一度温かい拍手をお願いいたします。素晴らしいパフォーマンスをみんなありがとうございました。拍手をお願いします。これは素晴らしかった。ユニドル戦国時代突入ですよ。こんな僅差、これは本当に審査員の方々も大変だったと思います。南さん、木本さん、そして木村さん、審査ありがとうございました。さあ、まだね、4位のどっちが出るか分かりませんので、こちらも楽しみにしておきたいと思います。でもこの後は規制退場となりますので、スタッフの、指示に従っていただいて、お帰りください。そしてユニドル実行委員会さんからのカウントダウン企画、4チーム目はアイセンチメートルの超ポジティブな意気込みという内容になっていらっしゃいます。またセットリストはこちら3曲になります。
はい、センチメートルさんの出場メンバーはこちら3名の方々になります。